間違いない。ここだ。今ここにいる。どこにもいない。だけど匂いが一番濃い場所、ここだ。そうか、この鬼は地中に潜ることができるのか。なんだあいつ。さらった女の人たちはどこにいる。さらった。じゃああいつが。この匂いは、やっぱりもう一人。壁からも。小僧、なぜ人間の分際で鬼を連れてる。禰豆子、やれるのか。三人とも全く同じ匂い。一人の鬼が三人に分裂してるんだ。貴様、邪魔をするな。女の鮮度が落ちるだろうが。もう今その女は16になっているんだよ。早く食わないと刻一刻で味が落ちるんだ。冷静になれ俺よ。まあいいさ、こんな夜があってもこの町では随分16の娘を食ったからな。どれも肉付きがよく美味だった。俺は満足だよ。俺は満足じゃないんだ。俺よ、まだ食いたいのだ。かすみさん、この人をお願いします。化け物、一昨晩さらった里子さんを返せ。里子、誰のことかね。この収集品の中にその娘のかんざしがあれば食ってるよ。それは里子さんの。お前が。許せない。その女は俺のものだ。女を返せ。禰豆子、絶対に無理はするな。危なくなったら引くんだぞ。たかが人間ごとだ。俺に勝てると思うなよ。貴様らなどすぐにぐちゃぐちゃにしてやる。ここまでは三人を相手に戦えてる。禰豆子が頑張ってくれてるからだ。よし、一気に決める。3人の連携が取れている。後手に回ってはダメだ。先を読め。次に何をしてくるか予測しろ。そして反応しろ。お前たちが腐った油のような匂いがする。ひどい悪臭だ。一体どれだけの人を殺した。一体どれだけの人を食べた。女どもはな、あれ以上生きていると醜くまずくなるんだよ。だから来てやったんだ。俺たちに感謝しろ。もういい。水で頑張れ。頑張れ。
つでも行けるぞ。この分際で。他の二人は。下。俺を引きずり込むつもりだ。禰豆子、俺は下に行く。二人を守ってくれ。守る。無理に決まっているだろう。女は俺のものだ。俺が食ってやるんだよ。ついている。人間は弱く情けない。俺たちの餌、ただそれだけの存在だぞ。チェ、意味もわからんやつだ。邪魔なんだ。どうか。こいつ犬を持っていないのか。どんな仕様になるか。俺が邪魔をするな。貴様なんだ。どうか死んじめ。よるんじゃねえ。無駄に抵抗すんじゃねえ。どんなんだ貴様は。こんな強い邪魔をするな。まだ何の異能も使えないようだが、でもこの強さ。この女はおそらく負けられた血の量が多いんだ。邪魔なんだ。どうか。なぜこれほどまで。おのれ、おのれ。貴様なんだ。妹に触るな。鬼仏寺無惨について知っていることを話してもらう。言えない言えない。喋ってはいけない。私のことを誰にも喋ってはいけない。喋ったらすぐにわかる。私はいつも君を見ている。言えない、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 言えないんだよ。状態は何をするか分からない。危険だ。素早くやつの首を切る。ぬぬって言ってんだろうが。
油のような匂いがする。ひどい悪臭だ。一体どれだけの人を殺した？ああ、何も聞き出せなかった。寝てる。傷を回復するための眠りか。ごめん、ごめんな。もう少し待ってくれ。兄ちゃんがきっと人間に戻してやるからな。かずみさん、大丈夫ですか？婚約者を失って大丈夫だと思うか？かずみさん、失っても失っても生きていくしかないんです。どんなに打ちのめされようと。お前に何がわかるんだ、お前みたいな塊！俺はもう行きます。これを。この中に聡子さんの持ち物があるといいのですが。君も同じだったのか。そうなのか。すまない、ひどいことを言った。どうか許してくれ。すまなかった。痛ましい手、固く鍛え抜かれ分厚い少年の手ではなかった。かずみさんは本当なら何事もなく幸せに生活できるはずだった。でもそれは一瞬で壊された。俺だけじゃない。どれだけの人を殺し痛めつけ苦しめた鬼舞辻無惨。俺はお前を絶対に許さない。絶対に。